はい、皆さんこんにちは。ドラマードラムインストラクター山部光雄です。今日はですね、体重移動と重心移動の違いをテーマに、フットワークに参考になる体の動かし方、体の使い方についてちょっと話をしてみたいと思います。まず体重移動と重心移動と2つ今キーワードを言いましたけども、この2つ、聞いたことあるでしょうか。体重移動と重心移動、なんか似たような言い方ですから、違いってちょっと言葉上では分かりにくいと思うので、これから、それが分かりやすい例をちょっとやってみたいと思います。まずここに椅子を置きました。あんまり皆さんは、すぐ真似てみようとかね、しない方がもしかしたら、危険になることもあるかもしれませんので、やる場合には必ず周りとかはですね、気をつけてください。こんな、まあ、ドラムセットだったら普通はちょっと危ないんで、本当はね良くないんです。体重移動というのはよくあるのが、こういうステップとか椅子の上に、これから登ろうとするときに、普段の動作としてどうしてもこうやって足から上げてしまうようなんですね。この時どういうことが起こるか。まず体重移動というのは足から出てしまった時を言ってますね。だからこの後から体重を乗せていきますよね。わかりますか。重心っていう言葉を使うとすれば、重心は足が乗っかった後から出ていますね。で、乗っけてそこからよっこいしょってやるので、手をつきたくなります。要はグラグラグラってしやすいわけですね。重心を意識しているよりも、体の外側の動かし方が先行にしてしまっているということが一つこのポイントかなと思いますね。これを前から見るとこういう体重かぶってずれちゃうんですね。こういう動きになってしまいます。こういう歩き方をしている方は例外なく大腿四頭筋、足の前側が、張りがちというか、そっちの動きになりがちなので、こういうふうになっていると思います。ですね、こういう動き方ですね。こっちの足から動かそうと思うときはこっち側に重心が、来て、こう左足を出そうとするときにこっち側に行きやすい、こういうのが歩きですね。それに対して重心移動というのは、重心が出ることが先なので、足はそれについていってるから、ふっと倒れていく、こういう動きです。重心は例えば腰に置いたやつをやってます。腰の重心をこっちにこう倒していって、それに足がついていく。これを前にやるとするとこうなりますね。後ろにやってもできます。例えば後ろにやる例で言ったらこうグルーブオークになってきますけども、こういう椅子とかで例でやるとすごい分かりやすいですね。まず、最初の体重移動だと足かけます。それと体重のせいになっていて、この重心を前に、足の上に乗っけないで、やろうとしても絶対に登れないんですね。で、息も上がります。要は疲れやすいんですね。こうやってるとよっこいしょわーなんで、ね、危ないです。だからついつい最初から恐る恐るこう、ね、これでは遅いですよね。ですから重心からスッと打ってるっていうことができればですね、その時に大事なのはちょっと後で説明しますけど、体の中の軸を司っているんですね。違う、業界では、ナンバー走りとかナンバー歩きとかね、言われている体の使い方とも関係があります。でこの場合スッと自分の真正面の軸ですね、要は正中面と思います。これに対してスッと出るんですね。体のこっち側とこっち側を分けて使うんですね。こういう風に入っていってあげると、であと重心から出るってことが先決で、足はそれに対してスッとピッチして出てあげると、もうこの位置で頭とかが足裏の真上に来てですね、腰から、出てる、まあ、こういう風に戻る。ではグラグラしますね。もう一回でゆっくり持つさ、どっこいしょ感、努力感ですね。で、左足も同様なんで、こういうふうに持ってて、安定してます。で、なので、今椅子の上に立つってことで言いましたけども、立つってなって、まあ、通過点としてね、の方が、この時にハムストリングス疲れてるはずなんですね。だから、
こっちは使うよ、こっちは使うよってことは人間器用じゃないので、そんなことにはできないんですよ。だからなぜ太ももの前側が使われちゃうかってことなんです。こっから動いてる。軸が反対に行くんですね。これがバスドラムだったら、こういうことです。で、かなり年数やってる方とかベテランの方でも、この要素がきれいに消えてるっていう方もいれば、消えてないって少し残ってるわけです。だから自分の体重を固めて対応していることがあるんですけど、上級者になると体軸を積極的にスーッと持っていくことで、まあ、取ったわけです。ってなるんですね。だからこういう動きの時にスーッと止まらずにいける感じになる。で、これですね、こういう動きになるとまずいって言いました。これなんかね、落ち着いちゃってるんですよ、体重が。体重がこう、あっちゃこっちゃいってます。じゃなくて、スーッとこう、こういうふうに使うと真ん中に軸が来る。こういう動き方ですね。真ん中に軸が出てきます。体がね、軽く動くんですよ。もうスーッと追いつかずに動きます。こういう動き方ですね。大げさにするとこういう動き方です。スーッと動きます。はい。先ほどの体重移動と重心移動。この2つの違い、分かっていただけたかどうかは分かりませんけども、体重移動を別の言葉で言い換えると、固定土台とか固定支点による動きなんですね。そして重心移動は重心の揺れ動く動き、つまり支点自体が揺れ動いているという労働支点の世界なんです。この2つの違いを、例えば、より固定支点というのを排除したいので、固定支点側の世界でいくと、まあ、勘違いがないように言いますと、固定支点の動きが必要ないわけではないんです。ただし、それがあまりにも、行動にブレーキをかけていることが多いので、視覚できるといいのではないかという話ですね。まず、足を上げるっていう、この時点でもうすでに、実は土台があるからこそ足を上げれてるんじゃないですか。ね、こうです。だから、この足の上げ方の中にも体の微妙な軸の取り方ってあるんですが、上げて待ってる時点で、これが先なである時点で、すでに土台が固定化しやすいんです。で、足が1ミリでも上がれば、その都度こっちに流れ込むって感じで考えていくと、ふーっとこう、重心が移動できるんです。ふーっと移動できるんです。はい。体を反対側の足で押してるっていう要素の前に、まず足裏を垂直っていうかですね、こうやって引き上げるっていう時点で、体が止めてそれをこう上げれないんで、体がもうついていっちゃう。体の中心線出っ張ってますから、支えを外してあげると、ずれる。こういうことです。でも、だから、本当だとこう倒れるってことをね、まあ、前、別の動画で喋ったことありますけども、でも、この位置から、これ、体重から離れば離れほど、スーッと出るわけです。こういう。ね、出る。足もそうです。こういう動きを遮らないようにしておけば、スーッと行けるわけです。こういう動きを遮らないようにしておけば、両方の動作でもいけます。ですから、体の自然な動きっていうのは、実はそういう、シンプルな原理なんですよ。だからこういうふうにしていくと、パント前の壁じゃないですか、ブレイクダンスとか、そういったことも関係ありますよね。ここは地面と考える。この地面にちょっと置きます。地面から足とかを引き上げると同じ理屈で、こう上げると体がそっちに寄るわけです。というわけで、ストーンと押すこともできます。ストーンと言ってこう押す。ストーンと言ってこう押す。この位置はずれないですね。だからこれが、まあ、楽器のそれぞれの先になっていくってこともあります。だから、的確なショットが、ね、できるようになってくるっていうのが、まず、原理的には通底しています。はい、この動画の中で紹介した難波の動き、難波歩きとかですね、そういったことに発展するんですけども、その動きをチェックする方法をちょっと僕なりの独自の観点で考えてみたのが、このシェーカーを使ったやり方ですね。例えば、まあやるとこういうふうに動くとか、もしくはこういうマラソンみたいな動
動きではなくこういう動きですから、こういう動きですね。この動きの感覚っていうのをまず一回こう一回一回こうフォームと、止めてみて、これを細かくやってるっていうことです。はい、あとこういうのはまあなんですかね、こういったことにも関係してるので、こうなんですかね、こういう動きをしてからやると結構ブレやすいんですけども、調節してこういう何番の動きだと軸が立ってくるので非常にストノンとなりますね。それが、整ってくるとこういうシェイカー、こういうリズムになるんですよ。これが地面を蹴ってるようなこの何ていうんですかね、こうか、こういう動きだといつも揃わないですし、通常だったらこうやって片側だけのリズムになってしまうので、中心がね、ずれてしまってますよね。こういうような動き方でやってることが多いので、ずれて、よれてしまうんですよ。これもこう、なんですかね、こういう動きを想定して、体の中心というかですね、というのを守っていくと、こうなんですね。このままこう、スティックの使いに変えれば、聞こえますかね。ダブルストロークですね。非常に正確になるんです。これは今ぐらいゆっくりでもできるようにしておくと、まあ、例えばこういった、ダブルストロークとかそうですね。この動きにこういう動きだけで。指とかの操作を使わずにこうやってきれいになるわけですね。これとまあ一緒の感じです。それが分かっていくと足使わなくてもこうするんですけど、体が連動して揺れてるのが分かるでしょうかね。はい、こういうのがまあいわゆるナンバーの動きの中に含まれている要素ではないかなと思います。はい、いかがだったでしょうか。もちろん難しい話には違いないのでしょうけども、まあ、身の回りのことにいろいろ置き換えて、つまり例えて考えるということが非常に、ヒントになると思います。実はこういったことのヒントというのは日常生活でどこにでも転がっているんですね。そのことについてもちょっとずつは話していきたいかなと思うんですけども、この動画がもし参考になった、役に立ったなと思われる方はぜひぜひ、チャンネル登録と高評価ボタンの方よろしくお願いいたします。それでは、皆様お元気様でした。山部みきおでした。